最近見たマイクラアスレチック、ドリップリーフを飛び移っててかっこよかったな。僕もやりたいな。あ、噂をすれば行商人。ドリップリーフください。よし、作るか。あれをできた。ドリップリーフ収穫装置、いっけー。やったー、ドリップリーフ取り放題だ。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座、ドリップリーフ収穫装置の作り方。まずはドリップリーフについて説明するぞ。ドリップリーフは成長して大きなドリップリーフになると足場になる植物だ。このように上を歩いて移動することができるぞ。だけど上に乗っていると足場になっている葉っぱの部分が折れてすぐ下に落ちてしまうんだ。葉っぱの部分はすぐ元に戻ってまた上に乗れるようになるぞ。これを利用してアスレチックみたいな急いで渡らなければいけない橋やあえて落ちることでたどり着ける隠し通路なんかが作れるぞ。ちなみにレッドストーン信号が来ている時は葉っぱが折れないようになっているぞ。これを利用すれば落ちないドリップリーフの足場も作れるぞ。早速ドリップリーフを手に入れよう。現在のバージョン 1.17 ではドリップリーフは自然生成されないアイテムになっているぞ。行商人から買おう。売ってくれるのは小さなドリップリーフだけだ。大きなドリップリーフは売っていないぞ。今度は手に入れたドリップリーフを育ててみよう。小さなドリップリーフを植えられる場所は決まっているんだ。まず水中であること、そして草ブロック、土、荒れた土、エンドブロック、ポドゾル、農地の上でなければ植えられないぞ。水の中でも砂や石の上には植えられないので注意が必要だ。そしてもう一つ大事なことがあるぞ。現在のバージョン 1.17 ではドリップリーフは自然に育たないんだ。骨粉を使って初めて大きなドリップリーフになるぞ。それでは収穫装置を作っていこう。まずは地面に横9マス、縦12マス、深さ1マスの穴を掘って上から3マスのこの位置をもう1マス分深く掘ろう。掘ったところは土で埋めよう。今度は一番手前をもう1マス深く掘ろう。掘った穴の端っこははしごで上り下りできるようにしておこう。穴の一番上の部分に吸着ピストンをこの向きで置こう。吸着ピストンにくっつくようにブロックを置こう。この部分にレッドストーンを置いて端っこに間圧板を置いておこう。吸着ピストンの上にかぶせるようにブロックを置こう。手前から見ると階段状になっているはずだ。置いたブロックの両端にくっつけるように横幅5マス、高さ3マスの壁を作ろう。ブロックのこの位置から水を流そう。ちょうど手前に掘った穴に1マス分届かない位置まで水が流れていれば OK だ。手前の穴ははしごを置いていない方の端から水を流そう。これで完成だ。装置の使い方、土ブロックの部分に小さなドリップリーフを植えてそれを骨粉で育てよう。間圧板を踏めば大きなドリップリーフが水に流されて集まってくるぞ。そして手に入れた大きなドリップリーフを植えて骨粉で育ててから装置を動かす。これを繰り返せばドリップリーフを大量にゲットできるぞ。みんなもぜひ作ってみてね。よーし。これでアスレチック作っちゃおう。できた。まずはドリップリーフの大橋だ。うおー、気持ちいい。次はドリップリーフの階段。